第30回日本映画批評家大賞 YouTube 特別編。まずは本年度ゴールデングローリー賞を受賞した日野翔平さんの授賞式の様子をご覧ください。それでは続きまして、本年度のゴールデングローリー賞水野晴郎賞、お二人目はこの方です。ピンマン事件で犯人が使うた子供の声のテープ、私なんです。辞書引きながら読んでみたら、オランダのビール会社の社長さんが誘拐された事件のことが延々書かれてましたけど、父はここまで英語できへんかったし、字も違うように思えて。これ三尾さんのやのうて達夫さんのやない？達夫？三尾さんのお兄さん、俊也君のおじさんやな。その人、僕が子供の頃に亡くなったんやないですか？あ、死んだって聞かされとったんか。ちゃうんですか？あれは姿消したんや。罪の声の日野翔平さん、おめでとうございます。本日日野さんは撮影の都合でお越しいただけませんでした。はい、さあそれではここで日野翔平さんの選考理由を川村蘭太選考委員お願いいたします。はい、お願いします。ステージをお越しください。私たちは映画を見ながら年を取っていきます。そして俳優さんはこのスクリーンで永遠に生き続けます。日野翔平さんは、私は少年の頃から彼のフジテレビの少年探偵団を見て共に歩んできました。そして彼は今でもこのように年齢に即した演技をし、そしてその演技以上の存在感を表しております。いい意味でみんなで年を取りながらいい映画を見ていきましょう。そういう意味合いを込めて日野翔平さんにこの賞を差し上げることにいたしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここで残念ながら授賞式に参加できなかった日野翔平さんからのスペシャルコメントをお届けします。こんにちは。日野です。大層なものをいただける賞で、本当ならそっちへ行きたかったんですが、何しろ遠くにいるもんで。いい景色でしょ。でも霞んでるでしょ。黄砂です。それどうでもいいか。昨日誕生日でした、俺。それでゴールデングローリー賞とかいただけるって、こんなに嬉しい誕生日プレゼントありませんのよ。72になりました。いい年でしょう。ガタが来てますね。で、今春なんで、賞のお返しにお歌を届けたいと思います。いきます。ガタが来た、ガタが来た、どこに来た、腰に来た、前に来たのにも来た、本当にありがとうございます。次回はダイヤモンド大賞を受賞した大林信彦さんの授賞式の様子をお届けします。このチャンネルでは今後も日本映画批評家大賞の授賞式や受賞者のスペシャルインタビューをお届け。チャンネル登録よろしくお願いいたします。